災、減災という知識を積み重ねて、その災害に立ち向かう姿を見て、立ち向かう姿を見て感銘を受け、今俺は防災減災を啓発するキャラクターとして修行中の身でございます。皆様には、そうですね、地震に関する防災の本なども俺のブースで、紹介しておりますし、あと愛知県には防災局といいまして、防災に特化した課があるんですね。その防災局からいただきました地震への備えの冊子などもこちらで配布しておりますので、皆さんぜひ俺のブースにも遊びに来てください。後ほど俺のグッズもールじゃないもう後ほど俺のグッズも販売させていただきたいなと思っておりますので、ぜひお立ち寄りください。そしてここでちょっとこの場をお借りして皆様にお話しいたし、したいのが、3月の11日、12日に皆さん境にありますオアシス21ってご存知でしょうか。ご存知の方、よかった。そのオアシス21で俺と同じ春日井市で拠点を置かれて活躍されているドリームレンジャーさんは主催で、日本全国のローカルヒーローが集まるローカルヒーローの祭典、ヒーローズドリームサミット2017というイベントを開催いたします。こちらの方朝の10時からが始まりまして、1日目二の一番に俺たち愛知ローカルヒーローズのショーを行います。後々出てこられますジャンスカーさんとかチャンピジャンプガイさんも出てきます。ジャンプガイさん出ないか、ジャンスカーさんだけだったな。とあとこの後出てきますティーレッドのアッサムさんの友人であるシンダ特装シラバスターのフーガ兄さんも登場しますのでね、今日ここはゆるキャンさんが多いところではあるんですけれども、皆さんぜひ同じご当地キャラクターとしてのローカルヒーローもそのヒーローズドリームサミットに見に来ていただければなと思っておりますので、この場を借りて PR させていただきます。そしてもう一つご紹介したいのが、そこで俺たち愛知ローカルヒーローズのテーマソングがありまして、そのテーマソングをここで皆様にお披露目したいと思いますので、皆さんぜひ手拍子で盛り上げてくださいませ。で本当は振り付けもあるんですけど、だからもう俺が話してるっつーの、どこで話したか忘れたじゃん。どうですか、春日井のキャラはこんなに自由なんです。俺も春日井なんだ。よし、よろしく。では、皆さんぜひ手拍子で盛り上げてくださいね。じゃあよろしくお願いします。わかりますか、そうです名古屋とごまかすけど、知らない僕らの街を大和の下に川に厚み半島、どこへ行っても観光来る、東は東京西大阪、日本のど真ん中足取り軽い、ちょっと寄って道すがらボールの中、ここはみんな集う場所、のんびりしてたら日が暮れたよ、ちょっと今日はこの街で宴しよう、地元を守りたくて変身してダジャレに決まった名前でカッコつけて、もしかしてもしかしてそれってバレてる、ギリギリ気にしながらこう動く、愛を知るヒーローになり夢を与えるのは悪くないよね、ちょっと待って今すぐに駆けつける、ここは僕らのふるさとだからね、君の未来を守るため、短いいるから一人じゃない、海の向こうの異国に描いていた飛行機雲、誰かの二人じたどるように見送りたいと願ったのね、ちょっと待っていつの日かまた会おう、ここは日本のど真ん中、
君の夢をたどるため、身近にいるから一人じゃない、ちょっと寄って道すがら海のそば、ここはまた会う港町だから、涙は雫となってゆき、笑顔でさよならありがとう。あの名前がね長いのでね、呼ぶときは春藤って呼んでいただければと思いますので。なるほど、春藤でいいんですね、はい、春藤でいいので、はい、はい、長い子してください、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。